ジェッツチャンネルは鎌ヶ谷工業の提供でお送りいたします。次の2戦目はですね、うん、こちらの男性、うん、男性です。お二人、成人男性、成人男性ですね。はい、試合、うん、何イカチ見る、イカチ見る、イカチ見る、ね、値段の条件ないんだもんね。ホバーかな、ホバー、もう全部あのアンダーマーが押してるもので攻めます。これ選ばなかったらもうアンダーマー的にまずくないですか、ね、ある程度真面目に言った方がいい。まあ、プレゼントなんで、どうするんですね、ちょっと村岡さんの気持ちは考えていただけると思う。やりすぎか、じゃあちょっと待って、じゃあちょっと待って、じゃあある程度まともにいくよ。じゃあ柄物ロングタイツ、体質上あ秋でも T シャツです、暑いから。俺とかガクさんとかで、もうちょっと、あ、いいのあんじゃん、アンダーマー推しコーデ決定かな。うんと、自分が個人的に気に入った、秋物ということで、寒いということで、レディースの方からお揃いで。だこれを見せると多分彼女引いちゃうので、まあ、多少ちょっとこう開けたぐらいにしてこうスリルを楽しんでもらえれば楽しいかなと。いや俺はもう勝ちに行きたいんで、アンダーマンさんが推してるものばっかり選びました。とりあえずカリー、やっぱカリーがすごい人気なので、あとホーバーで、あと前回の大会で言われた差し色パンツでどう見せるかを楽しんでもらえればいいかなと思います。はい、セットアップのミニセットアップということで、すごい、あのまたウーマンズのでもレギングス合わせるのはすごいいいなと思いました。やはりアンダーマーの今の推してる商品をしっかり押さえていただいてるっていうのはかなり嬉しいかなとは思います。よろしくお願いします。よっしゃー、そうでしょ。湘南とかドライブデートにおすすめだったんだけどな。ジェッツチャンネルは鎌ヶ谷工業の提供でお送りいたしました。